ナマステ笑うと取れるこれ。今日はですね、何だと思いますか？いやいやいや、もうインドでしょうね。チャイを作ろう。チャイ作る。チャイそろそろ作れんじゃねえかと思ってさ本場のチャイを家でちょっとやりたい。おー、いいねいいね。ということで今日はですね、あるお店の簡単にできるチャイを私入手しました。手作りできるチャイがこちらです。ドドン、モクシャチャイ。イエーイ、モクシャチャイさん、皆さん分かりますか？この絵この絵モクモクシャチャイ、モクモクシャチャイ、モクモクシャチャイ、モクモクシャチャイ。花金夜は緑茶ハイ、土曜の朝はモクシャチャイ、自宅で飲める本格チャイ、そしてウチャイ。幸せ笑顔くつろぎの時間、あなたに届けろモクシャチャイ、飲んでみんなで踊ろう、あなたの日常にスパイスを届け。それでは開けていきます。はい、オープンオープン。わあ、かわいいかわいい。本格マサラチャイ手作り体験キット。てかこれ箱がかわいいね。箱かわいい。これなんかギフトであげたら、プレゼントであげたらそれだけでかわいい。確かに確かに。オープン。うわー、すごい。いや、まだ何も見えてないけど。いやいやいやもうこの梱包の仕方がすごい。あ、これがね、確かにこれはおもろい、おもろい。すごいね。あ、すごくない？超本格的じゃない？スパイスやハーブを潰すのに便利な、すごくない？スパイスミル。これはね、茶さじ。茶さじって言うんだ。うん。それ茶こしだね。すごくない？すごいね。あ、わあ、すごいよな。わあ、スパイス。うん。チャイ用の6種スパイスセットでございます。すごー。紅茶。あ、これアッサムの茶葉だ、茶葉。あ、これも使うんだ。早速やっていきたいところなんですけども、チャイといえば何？チャイといえば何？はい。チャイといえば。そうですね。グラブジャムンですね。世界一甘いグラブジャムングラムジャムンを作ろうじゃないかと。いや、作るのやっぱお菓子であってのチャイじゃないですか。いやいや、ほっとした時に一杯でよくねはい、それではまずはグラムジャムンを作っていきたいと思います。スキムミルクというものを使うみたいで、あ、てかこれ200必要なのに、これ 180g しかなかった。足りてねえじゃねえかよそうですね、薄力粉4分の1、いいんじゃない？そしたらですね、バターを入れます。これ大さじ3杯多分。知らん。あー、もったりしてきた。もったい。あー、いいねいいね。もったい。全然まとまんないんですけど分量間違えたんでねもうなんか全然固まんないからさこれでいいんじゃない？固まったやつだけを使う。いやいや、それバターじゃん、もう1個完成マジでくっそまずそうなんだけど、これあーいやー、何作ってんの掃除機の中でグラムジャムンできちゃうよ。それでは、お待たせしました皆様、ここからが、本編ですまずはですね、お鍋に水と牛乳を入れ沸騰させましょう。 OK で、こうしてる間にですね、はい、お好みのスパイスをクラッシュしましょう。あ、これでそうでございます。きました。はい、改めまして紹介です。こちらがですね、シナモンスティック、ドライジンジャーですね、カルダモン、クローブというものですね、ブラックペッパーでございますね、スターアニスでございます。このスパイス全部生薬って呼ばれてて、薬がなかった時代の薬として使われる。チャイってすごいよね。すごい、体にすごいいいんだろうね、きっとね、うん、今回このスパイスは全部で26杯分のスパイスが取れるんで、すげえ楽しいね、これね。いや、絶対そうだよね。やっぱなんか体験するって素敵だね。うん、レッツゴー。うわー、すごい、すごいいい匂いだ。紅茶だね。あ、そう、うん、アッサムだっけ？アッサムティー？アッサムティーでございますね。はい、こんな感じでございます。一杯。はい、もう一杯。うわー、いい色。2杯。あ、もう浮いちゃいじゃん。絶対美味しい、これ見て、すごい。やばいね、もうチャイだね。もう色がもうチャイになってきた。あとは砂糖で終わり。最後こちらにうんほどかき混ぜたら砂糖をお好みで入れたらおしまいです。これさ、なんか一人で作るってより、なんか家族とか友達とか恋人と作りながらさやったら絶対いいよね。恋人って言い方、いやいやいや、よくない？これもうちょっと次回は砂糖多めにしようよとかね、なんかスパイスを強めにしてみようとか、いいよね。グー。オッケー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 。それでは、はい、チャイをいただきちゃいます。簡単にできるね。ああ、いい匂い。手いらないもんね。もう部屋がここでも匂うもん。ねえ、いやここでも匂うもん。いただきうチャイ。いただきます。うまっ。めっちゃ、いやーすごいとろみを感じる。そうだね、こってりした感じの、なんかね、スパイス、特にカルダモンの香りかな、すごく効いてて、なんかすっきりした甘さ。それだ、そうだね。インドでチャイ旅行ったけど、これ1位かもしれない。この子たちの風味がすごく、スパイスがすごくいい。今回あれだね、本当にこれですね、この緑色のカルダモンを多めにさっき入れたから、これが特に効いてて、カルダモンってかなり結構ガムのね、なんかミント系の匂いがして、確かに確かにすごいすっきりさっぱり、なんだろうね、これインドのエナジードリンク的な。だってこのスパイスたくさん入ってて、確かにね、エナジードリンクだよね。ぴったりじゃないだよね、インドのエナジードリンクでいいよねこれ。もくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい。シナモン、カルダモン、スターアニス、グローブペッパー、ドライジンジャー、6種のスパイス混ぜてエナジーチョイス。幸せ笑顔くつろぎの時間、あなたに届けろ。もくしゃちゃい、飲んでみんなで踊ろう。あなたの日常にスパイスを届け。いや、なんかヒロム的にはこれ飲んでみてどう？なんかもうこれお湯めっちゃ美味しいじゃん。お香のようなエナジードリンク。いやいや、エナジードリンクに引っ張られすぎでしょ。完全俺の持っていこうとしてるね。なんかすっきりしてるから、ハッとしてホッとするチャイみたいな。もくもくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい、もくもくしゃちゃい。すっきりしてほっとしてほっとしてほっとする本格チャイ。幸せ笑顔くつろぎの時間、あなたに届けろ。もくしゃちゃい、飲んでみんなで踊ろう。あなたの日常にスパイスを届け。さあ、そしてなんとですね、こちらのもくしゃチャイ、これやっぱり作るでね時間かかるでしょ。そうね、ちょっとね、多少は。でもそれでも5分10分かからないぐらいできたよね。でも朝さ、忙しい時チャイ飲みたいっていう時さ、すぐできるチャイあったらいいと思わない？そんな時におすすめな商品がこちらでございます。なんだ、下手くそだ。レンジでチャイ。こちらはですね、水とティーバッグで作れるチャイなんですね。で、チンして最後にミルクを注いだらもう完成ということで。うわ、すごい。なに。おお。水 70ml 入れましたんで、これね、こう入れさせていただきまして、この後ミルクを1回また 100ml 入れて、もう1回1分半チンしたら完成だ。これはだから朝にぴったりだね。いや、ほんとよ、忙しい朝にぴったり。子供が「やばい、学校遅刻するよ」ってなった時に、お母さんが料理してる時に「俺はじゃあもう料理食べてる暇ないから、なんか飲み物だけでも飲んできなさい」みたいな。「何があんの?」って聞いた時に「水かお茶かチャイしかないよ」って言えてるお母さん、かっこよくないですか？ももくしゃちゃいもくもくしゃちゃいもくもくしゃちゃいもくもくしゃちゃい。やばい、もうこんな時間だ。遅刻するよ。なんか飲み物ない？今水かお茶がチャーるけどどうする？チャイだよねー。幸せ笑顔くつろぎの時間、あなたに届けろ。目者チャイ飲んでみんなで踊ろう。あなたの日常にスパイスを届け。レンジでチャイ完成でございます。もうね、さっき作ったのと、もうほんと匂い一緒ね。一緒ね。うまーん。長いね。さっきのよりもジンジャーが強い。あー、確かに。なんかキリッとする。そうね、生姜の味すごい効くね。なんか寒い時期はジンジャー強めにしたらいいよね。ああ、なるほどね。あとポカポカとポカポカする。朝とかいいんじゃない？あ、夜か。夜にいっぱい入れるのいいんじゃない？お腹もいっぱいだしね。いや、まだもう一個あるんです。まだ入る。いや、もうミートボールいらない。ミートボールはミートボールじゃないの。皆さん見てください。グラブジャムンです。いや、俺食えんよそれは。中まで絶対火取ってないで。いや、いけるいける。黒くね。汁もたっぷりと。めっちゃ甘そう。顔やばいよお前。あこれはチャイなしでは食べれないで。そう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 。そういうことなんですよ、やっぱりインドのお菓子っていうのは。ちなみにこれ15包で1080円だよ。安くない？めちゃくちゃ安くないですか？安いね。本格マサラチャイ手作り体験キットはですね、さっきのこうスパイスミルとか全部ついて、3850円。あ、安いよ。それでだって20何杯も飲めるんでしょ？そう。めちゃくちゃ安いよね。お得じゃない？これめっちゃお得。でですね、この動画見た方限定で「ヒロムニエルを見た」で注文していただくとですね、今回なんとこのさっきお話しした、レンジでチャイのこちら3パックがプラスでついてきます。超ラッキーじゃない？超ラッキーで。もくしゃちゃいさんありがとうございます。ありがとうございます。インドの直接もう輸入してるんだって。だから直接なんかどっかに仲介してじゃなくて、もうモクシャチャイさんが直接インドから買い付けしたものだけが入ってる。じゃあもうインドじゃん。でこれは普通の本店が中目黒にあるらしいですね。そうなんですよ、お店も何やらおしゃれな雰囲気で、店舗に行くと実際のスイーツとかもいろいろあって。行ったことあるの？いや、ホームページでまだ見ただけなので。ああ、なるほどなるほど。一緒に行こうよ。なんかいいね、おもろいね。行きたいよね、実際ね。一日店長やらせていただきます。